旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のごっちです。今回は奈良はパワースポットの宝庫、観光を兼ねてパワーをいただきましょうをご紹介します。奈良は古のことということもあってパワースポットもたくさん存在しています。体を浄化してくれる自然のパワーから様々な御利益が得られる神社仏閣まで、多くの社寺仏閣には偉人の逸話などが残ったりしていて、観光で訪れることで御利益が得られるかも。今回は奈良観光で行きたい社寺仏閣の中から有名なパワースポットをチョイスしてご案内します。ただ未だに残るコロナウイルス感染症の関係で各地のスポットに影響が出ている可能性もあります。お出かけの前に一度状況を確認しておきましょう。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずは春日大社です。春日大社は奈良公園の東に位置する歴史のある神社です。春日山原始林に囲まれ、厳かな朱塗りの本殿や回廊は他では見ることのできない美しさ。原始林に囲まれた静かで神聖な境内は奈良観光では絶対に外すことができないパワースポットの一つです。春日大社の御利益は縁結びとされ、そのパワーに授かろうとカップルで訪れる参拝者も多く、境内で挙式を行う方も少なくありません。また境内には15もの末社が鎮座していて、それぞれに異なる神様が祀られています。その神様によって御利益も異なるので、本殿だけでなく叶えたい願いによって末社を巡る人も多いそうです。春日大社へのアクセスは JR 奈良駅、近鉄奈良駅から奈良交通バス春日大社本殿行きに乗車して、春日大社本殿で下車してすぐです。また市内循環、外回り循環、春日大社表参道で下車すれば徒歩10分で到着できます。続いては法隆寺です。法隆寺は日本で最初に世界遺産に登録された寺院です。推古15年、聖徳太子と推古天皇により創建されたと伝わっています。飛鳥時代の人々と同じ景色を眺めることができる場所というのはここ法隆寺にしかありません。法隆寺の御利益は薬師三尊像と薬師如来などが祀られていることもあり、病気平癒と健康祈願が御利益に。さらに聖徳太子がわずか20歳で天皇に代わって政務を取ったことから、学業成就、入学祈願、諸願成就も主な御利益になっています。それゆえに受験を控えた学生から絶大な人気のパワースポットになっているんですよ。法隆寺へのアクセスは JR 法隆寺駅より徒歩およそ20分、バス利用だと法隆寺参道行きに乗車して法隆寺参道で下車してすぐです。 JR 王子駅からは路線バスの国道横田シャープ前法隆寺前行きに乗車して法隆寺前で下車します。続いては大神神社です。大神神社は日本で最古とされる神社の一つです。主祭神は大物主の神、大国主の御事とも呼ばれていますね。日本神話に登場する神の一人です。大神神社が立つ三輪山そのものが御神体となっています。国づくりの神様として祀られる大物主の神は人間の生活全般を司る守護神です。そのため御利益は多岐にわたっています。中でも運命の赤い糸伝説にゆかりのある夫婦岩は縁結びの御利益があるそうです。また大物主の神は酒造りの神様でも有名で、
医薬や酒造りに携わる方にご利益があるのだとか。ご神体となる三輪山に入山渡拝することもできますので、山に入って特別なパワーが授かるかもしれませんね。大神神社へのアクセスは三輪駅から歩いて5分です。続いては長谷寺です。長谷寺は西国33観音霊場第8番札所の由緒あるお寺です。花のお寺としても有名で、日本最大級の観音像が祀られています。観音様のご利益が美ということもあり、多くの女性がお参りに訪れています。春と秋に行われる特別拝観の日には、普段入れない聖堂が開放され、お参りの際に観音様のお御足に直接触れることができることから、特別なパワーがいただけるため、遠路はるばる訪れる方も多いようです。お堂の中のみならず、四季を通じて美しい花が咲き誇る境内全体がパワースポットのようになっています。長谷寺へのアクセスは近鉄大阪線長谷寺駅を下車して徒歩15分、路線バスを利用するなら近鉄大阪線および JR 万葉まほろば線桜駅で下車して奈良交通バスに乗車、長谷寺参道口から徒歩10分です。続いては大安寺です。大安寺は聖徳太子が仏教修行の道場として建立した寺院です。数度名前を変えながら平城京に移り、現在の姿となります。なんと七大寺の一つとして、遥か昔から様々な祈祷を行ってきました。現在は病気平癒、眼風寺のお寺として人気を集めています。一度ご祈祷すれば1年間の効果が得られるそうです。病気平癒で一度祈祷を受ければ1年以内に病気の治療で入院や手術をする場合、電話で連絡をすれば結果良好を重ねてご祈祷していただけるとか。年に一度の大安寺参りで素晴らしいご利益が得られそうですね。大安寺へのアクセスは JR および近鉄の奈良駅から大安寺白土町シャープマン駅バスに乗車後10分、大安寺で下車して徒歩10分です。続いては磯の神神宮です。磯の神神宮は日本で最古の神社の一つと言われています。物の部氏の総氏神として健康長寿、病気平癒、除災消福、百事成就の守護神として古代より信仰されてきました。主祭神として祀られている宇都宮玉の狼は、出雲神話に登場する竹三日月の神が使っていた剣、宇都宮玉に宿る魂だとか。少々異彩を放っている神社ですね。その他に祀られる神々も古代神話の剣や宝に宿る魂となっています。そこに宿るとされる起死回生の霊力を求めて、人生の転機にある多くの人々が参拝に訪れているそうです。御神宝である七支刀を写し取ったお守りも起死回生の御利益があるとして人気となっています。磯の神神宮へのアクセスは天理駅より徒歩30分、バスを利用するなら天理市コミュニティバスの1号に乗車して下山田系統磯の神神宮前で下車して徒歩10分で到着します。続いては天河大弁財天社です。天河大弁財天社は日本五大大弁財天の一つとして知られています。奈良県の南部に位置し、秘境とも言われる天河村に立つ神社です。主祭神の市木島姫の御事は弁財天として祀られているほか、熊野権現や吉野権現が並ぶ神仏集合の形態が今でも残る神社となっています。弁財天は福徳や財宝を分け与えてくださるほかに、音楽芸能の神様としても有名、多くの芸能人も参拝に訪れているんですよ。境内には空海がその手で植えたとされる
樹齢1200年を超える大銀杏もあり、一見の価値があります。天川大弁財天社へのアクセスは近鉄吉野線下市口駅から奈良交通の路線バスで中井泉行きに乗車しておよそ1時間、天川大弁財天社で下車してすぐのところです。今回は奈良観光で行きたいパワースポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。古都奈良には様々なパワースポットが存在しています。教科書に載っているような有名なスポットから強く信仰されているところまで、大小合わせれば無数と言ってよいでしょう。その中からご自分に合ったパワースポットを選んで観光がてら訪れてみるのもいいですね。中でも日本の古代神話に出てくるようなところは強いパワーが溢れているようですよ。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。